しんどい時はこうやって寝てます。で、寝てても非常に重たくてこうね押し付けられてるようなしんどさの中でいつも生きてます。ピー、この動画はこれから先お見苦しい映像がたくさんあるから男性陣は見ない方がいいと思う。チャンネル登録はよろしくね。また他の動画で会おうね。バイバーイ。ということで皆さんこんにちは、こんばんは。はい、よ悪い子は眠らせちゃうぞ。麻酔科専門医のミオシンです。ということで本日はドスピンメガネでお届けします。本日はなんと5月11日の朝4時半です。明日5月12日が線維筋痛症という私の病気や、慢性疲労症候群、筋痛性の脊髄炎、化学物質過敏症、ライム病もらしいですね。ここの世界啓発デーというものがあるんですね。で、本当なら今年、東京か神奈川あたりで小さめのイベントを開いて、線維筋痛症の啓蒙活動をしようと思ってたんですけど、もうやはりこのコロナショックで、全くなんですかね、まあ、企画する前に他の仕事がたくさん、生まれたのでちょっとそっちに集中していて、全く手をつけられず、でそれでも乗せたかった理由としては、私線維筋痛症歴20年なんですけど、まあやっぱり検査して何も引っかからないというところでなかなか、医療従事者の方々に理解してもらえなくて、怠けてるとか散々言われてきてたんですね。やろうって思って、麻酔科専門医になったんですね。この線維筋痛症という病気は決して怠け病ではありません。採血やレントゲンや CT、MRI こういったもので全く評価できないけど、この病気は確かにある。私自身がそれを証明しています。だから皆さんこの病名をもらったりして周りからこう受け入れてもらえないと、怠けてるとか、本当にこの病気、私はこの病気なのかなとか、そういう疑心暗鬼になってしまう、自分自身のことすら信じられなくなっている人がたくさんいると思うので、そんなことを思う必要はないんだよっていうことを、今すっぴんで出ちゃおうと思ったのが、まあ、この半年近く With Pain という活動を続けてきてて、まあ、仕事柄、その医者モデルとかやってるので、どうしてもキラキラした映像ばっかり、SNS とか、オンライン上には載せていないので、まあちょっとそういった意味で説得力がないかなと思ったりして、まあ、論より証拠っていうか、やっぱり見せちゃうのが一番早いかなと思って、すっぴんで出てきました。難度は強くてこんなんです、こんなんですけどですし、やっぱりしんどい時はこうやって寝てます。で、寝てても非常に重たくて、こうね、押し付けられてるような、心臓さの中でいつも生きてます。特にひどいのは朝が、寝てる最中に体が動かせないので血流が滞ってしまって、もう、非常に起きたての不快感ですか？もう重力5倍の世界でこうやって生きてるんで、まあ、体が持ち上がらない。っていうのはもう20年前からありました。
まあそれでも足を上げてちょっと血流を流してとか、なるべく朝お風呂に入って体をほぐしてあげることで、ようやく活動できるようになって、だいたい午前11時ぐらいから活動をしてます。はい、毎日ちゃんと具合は悪いです。どやで、今そんな感じなので、キラキラしているのがだけが私ではないということが伝わればいいかなと思って、まあ男性ファンは減ると思うんですけど、別に、いいんです。そういうところを目指しているわけでもないし、もちろんファンが できたら嬉しいんですけど、まあ、それよりもやっぱり私はその自分と同じように苦しんできている、人たちを励ましたりしていきたいと思って、すごいちょっと遠回りはしているんですけど、もう自分が思いつくことでやれそうなことはどんどん手を出して、幅を広げている最中です。はい、大丈夫かなこの動画、本当心配なんですけど、やばいね。どちらかというと真面目病ですということを声を大にして伝えたい朝5時です。この病気は間違いなくありますので、うまくこう折り合いをつけながら生活もできるようになるはずなので、もちろんそのね、軽症から重症化してしまっている方々にはちょっとこの話は酷なんですけれども、でもそれでもやっぱり、寝たきりでも自分らしく生きるっていうことはできると私は思っています。私も10年後20年後に寝たきりになった時のためにもいろいろ準備をしたりしていますので、決して希望を失わないでほしいと思います。絶望の中に必ず希望っていうのは隠れていますので、それを見つけられるように一緒に見つけていきましょう。ヨシンでした。おやすみなさい。チャンネル登録してて。ついちまった。ユニクロの車だよ。車椅子全然乗れますね。すいません。注文
通してくるので一旦失礼します。はい、バイバイ。あ、かわいい。あ、すごい揺れがかわいい。あ、いけたー。